です死亡動機は聞かれずですね、閉願先との死亡順位であったりだとか、学生時代に力を入れて取り組んだことですかね、大学でどういった研究しているのかとか、それから、あれですね、消防学校。 はつらいが、えー、ついていくことができるのかとか。まあ、あんまり質問は、えー、そんなに多くはなかったですが、まあ、一個一個で、えー、深掘りされていったという感じですかね。大学で研究していることについて、えー、ちょっと説明したりだとか、まあ、あまり質問の数は自体は多くなかったという印象に残っています。面接官の方、えー、3人いらっしゃいまして、大きな声をね、出しちゃいけないだとか、えー、入室時のノックがなかったりっていうことが、えー、すごい、えー、特徴的な えー、試験でした。